ダファリンクラ男爵は、アイルランド貴族の男爵位。第二代純男爵ジョン・ブラック・ウッド・ミ・ボージン・ドカスが1800年に、女せられたのに始まる。五代男爵、フレデリックの代の1888年に、連合王国貴族爵位ダファリン・エバ公爵に女せられ、以降五代にわたって、ダファリンクラ男爵は、その従属爵位だったが、1988年に、 ダファリン・エーバ公爵院が廃絶し、ダファリン・クラ・ダンシャクは、初代度、カスに遡っての分流に継承された。2016年現在の保持者は11代、ダンシャク・ジョン・ブラックウッドである。ビルマを併合したインド総督初代ダファリン・エーブ公爵、第5代ダファリン・クラ・ダンシャク、フレデリック・ハミルトン・テンプル・ブラックウッドを公爵家の、旧邸宅クランボイ・ハウス。 現在は五代公の妻林理公爵夫人の住まい。ブラックウッド家の人間で最初に称号を得たのは、1763年7月1日の直居場でアイルランド称号順断尺を与えられたロバート・ブラックウッドである。彼の息子で二代順断尺位を継承したジョンは、ドーカス・スティーブンソンと結婚した。彼女は、夫の死後の1八百年七月十一日に直居場で、 アイルランド貴族ダウン県におけるバリーイコールキリーリーのダファリンクラ女ン男爵に女性られた。彼女の死後、次男ジェームズが二大男爵を継承した。彼はトーリー島に所属する政治家であり、庶民院議員を務めた後、1820年からアイルランド貴族代表議員として貴族院議員になっている。二大男爵が子供なく死去するとその弟である。 ハンスが三大男爵を継承した。彼も庶民議員を務めていたことがある。その息子の四大男爵プリースは大位まで昇進した王立海軍軍人だった。その息子で五大男爵位を継承したフレデリックは歴代当主の中で最も著名な人物である。彼は1884年から1888年にかけてインド総督を務め、 第三次英明戦争を起こし、上、ビルマを統治していた、コンバウン朝を打倒して、同地を英領インド帝国に併合した。爵位の面でも出世し、1850年1月22日に、連合王国貴族ダウン権における、クランデボイのクランデボイ男爵、1871年11月13日に、連合王国貴族ダウン権における、 ダファリン伯爵とダウンンにおけるクランデボイのクランデボイ子爵、そしてインド総督退任後の1888年11月17日に連合王国貴族ダウンンイコールビルマにおけるダファリンエヴァ公爵とビルマ保護領におけるエヴァ伯爵に除せられた。また彼は加盟を2度変更しており、1862年に妻の加盟を加えてハミルトン・ブラックウッド、 1872年に、父方の祖母の加盟も加えて、ハミルトンテンプルブラックウッドに改正している。その四男である三代公フレデリックは1921年から1930年に、かけて、北アイルランド元老院で議長を務めた。その息子である四代公バジルは保守党の政治家として1932年から1940年まで、インド担当省、教育長、 王子少女事務所、陸軍省、植民地省などを各省庁で政務次官職を歴任したが、第二次世界大戦が勃発すると従軍し、ビルマ戦線で玉砕している。その息子である後代公シェリー団には子供がなかったため、彼の死と共に初代公の第に上された連合王国貴族爵位はすべて廃絶した。一方1800年創設のアイルランド貴族爵位。 ダファリンクラ男爵クライト1763年創設のアイルランド称号バディ・リーディの純男爵位は初代女男爵に遡っての分流である七代、純男爵、フランシス・ブラクウッドによって継承された。この分流は初代女男爵の七、男として生まれ、海軍軍人として活躍した功績で1814年に純男爵に助せられた。 ヘンリー・ブラックウッドを外する家である。現在の当主は10代男爵の息子である11代男爵ジョン・ブラックウッドである。現在の当主である11代男爵ジョン・ブラックウッドは以下の爵位を保有している。ダファリンクラ男爵ブラックウッドやケーズ、ありがとうございます。